こんにちは。おいしいものが食べたい吉田よ。今日はね、ちょっと変わった、唐揚げ、これを作っていこうと思います。ほんならいこめやか。はい、じゃあまずね、鶏肉をさばいていきます。いかにもこの筋は取っときましょうかね。あとここの部分にね、かなり強い筋が入ってる場合がありますので、その場合はね、取り除いてください。これはね、きれいに取ってありますね。さあ、それじゃあこれをね、4つぐらいに切りましょうか。このももの先っぽの方はね、ちょっとどうしても筋が多いですから、ちょっとこう筋切りをしといてあげましょう。そして、これも切っちゃいます。はい、そうしたらですね、こちらが、ぬかです。ぬか床のね、ぬかをね、ちょっとこう、取ってきました。これもう塩コショウも何もいらないです。このまんまね、このぬかを入れちゃいます。そしてよく揉み込んでね、でなるべく空気を抜いて、口を縛っておいてください。はい、そしてちょっと平らにしてね、この状態で冷蔵庫で一晩寝かしていきます。はい、一晩つけとくつもりだったんですけども、これもう3日ぐらいつけちゃったんですね。これ、ちょっとね、忙しくなっちゃったので暇がなくて、3日経ってしまいました。多分ね、腐ってるっていうことはないと思いますんでね、ちょっとこれを調理していきましょう。はい、ぬかをきれいに洗い流して、でペーパータオルでね、軽く水気をこれ拭いてあります。でここにね、僕のぬか床って結構ね、減塩っていうか、あんまり塩分が高くないんですよ。なのでちょっとだけね、塩を足しておきます。もちろん結構ね、塩分のきつい、ぬか床で、やればね、これはそんなに塩を足す必要はないと思いますね。はい、そうしましたら、このビニール袋をね、用意して、ここにね、これ片栗粉です。これをまあ適量ですね、全体にこうまぶせる程度。これ水気拭いてありますから、そんなにねべちょべちょにならないはずですので、コツはね、一度に入れちゃうとね、くっついちゃって綺麗にまぶせないですからね、様子を見ながら、ちょっとこれだとね、片栗粉足んないですよね。少し足しながら、一度に全部入れちゃうともったいないですからね、余った時ね。はい、いい感じでね、まぶしつけることができましたよ。はい、じゃあこれをね、そうですね、170度ぐらいかな、180だとね、ちょっと、中に火が通る前に表面が焦げてしまうような気がするんですね。170度からそれプラスぐらいですかね、の温度で、揚げていきますよ。はい、ではね、こちらのミニミニフライヤーでね、揚げていきますよ。はい、揚げ時間はね、まず3分揚げます。はい、それではね、3分経ちましたら、ここで一旦取り出します。
そしてね、ここで3分休ませるんですね。この間に中までね火が通っていきますから。はい、今度はね、1分、タイマーセットしてください。はい、これもう一度ねここでよいしょ。はい、1分間揚げていきます。はい、揚がりましたね。じゃあこれをもう一度ねちょっと揚げていきますよ。揚げると揚げると言葉ですると同じだもんだから分かりにくいですよね。はい、ではね盛り付けていきましょう。はい、今日付け合わせはね、あれヘタがついちゃった、プチトマトと、それからこれぬか漬けなんですよ、切り干し大根のぬか漬け、それから生姜、なんかきゅうりですね、こんなのをね今日は付け合わせにします。はい、ではね天使を引いて、敷いてですね、天使を敷いてこれを盛り付けていきましょう。4つってのは意外とね盛りにくい、個数なんですね。いいよ、1個上にしちゃいましょうね。はい、ちょっとずれたな。せっかくのミッキーさん隠れちゃいましたね。はい、完成です。はい、そしてね早速食べてみます。いただきます。おこ、めっちゃ豪華だよ。すごいな、このぬかの風味がね、めちゃくちゃこの鶏肉が合いますね、これ。ちょっとかじっちゃった後でお見苦しいかもしれませんが、わかるかな、これすげえジューシーなんですよ。で3分と1分合計4分しか揚げてないわけじゃないですか。ちょっとこう中まで火通ってんじゃないの、通らないんじゃないのって不安の方も多分、多々いらっしゃると思うんですよ。結局大きなもも肉1枚を4等分にしただけの、このすごい大きな塊を揚げてるわけですから、それでもね3分揚げて、3分休ませてもう一度1分揚げる、これでね十分中まで火が通りますからね。いや、それにしてもめっちゃ美味しいですよ。これ美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。
美味しかった。ね、ちょっと今思ったんですけど、あのぬか漬けのね、きゅうりとそれから切り干し大根をあの付け合わせにしたんですけど、これはね普通の付け合わせにした方がいいかもしれない。あの鶏肉の方の、ぬかの風味ってのは当然その野菜のぬか漬けに比べるとね、ちょっとあの軽くなるっていうんですかね、逆に言うとあの微妙なこの風味の、鶏肉がね、もうぬか漬け、きゅうりと大根のおかげでね、ちょっとこう打ち消されちゃったような気がしますね。最初の一かじりはもう本当にめちゃくちゃ美味しかったですよ。あのぬか漬け食べてから後だとね、ちょっと、その風味がねトーンダウンしちゃったような気がしますね。いやもうでも本当に美味しいです。あのぬか床を持ってらっしゃる方ぜひねこれやってみてください。発酵の力ってのは本当すごいですね。はい、今日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。ね、チャンネル登録、それからね、グッドボタンもできれば欲しいですね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さよなら。